皆さんこんにちは、こんばんは、ズマス直人です。今回は茨城のアダムの荒くれた地図を周回していきたいと思います。でパーティー構成がドラゴン2、守り人2ですね。でドラゴンの装備が妖精年月2でバギ防具で、守り人が、メタル対策としてメタキンでデイン防具で、もう一人の守り人が破壊の鉄球でバギ防具ですね。で、もう一人のドラゴンが闇竜の牙でシャドウ防具で、こちらは素早さ調整のために心一つ装備させてません。でアームライオン覚醒、アックスドラゴン、ゴールデンゴーレムで、こちらの守り人は、鬼コンボ覚醒、キャプテンクロー、ギュラン、ホムドレックスで、こちらの、守り人は、素早さ調整のために心一つ外しています。でドルマゲス、ラプソン、バランで、こちらドラゴンですね。ドラゴンは、デュラン、キャプテンクロー、サイクロプス、キングレオン、一番素早さが速くなるようにしています。で心堂は右寄せですね。でこちらは、守り人ですね。こちらは素早さの調整のために心堂は装備させてません。でこちらの守り人は右寄せですね。で最後のドラゴンも、素早さ調整のために心堂を装備させてません。それでは茨城のアダムの荒くれた地図を周回していきたいと思います。でこちらの出現モンスターは、バブルスライム、びっくりサタン、サソリバチ、大口橋、アルミラで、レリル、悪魔神官、魔法使い、人面人、ベンガルくん、ヌスッとウサギ、今出たメタルエンジェルですね。これでかいですよね、経験値が。で、自分はこの地図はバギーが入りやすい地図になってるので、一応妖精年月輪を装備させて、開幕に開封のボレロで必中にして、で2番目のキャラの破壊鉄球のキャラが必中で攻撃できるようにして、でツーパーみたいな感じですね。まあこの職業だと、まあ地図によったり、あとはレベルによっては多分ワンパンもいけると思うんですけど、あんまりねワンパン周回で守り人っていうのはちょっと、両手剣だったらいいと思うんですけど、サイン鉄球で、まあレベルによってはいけると思うんですけど、もっと火力職でねワンパンで周回のほうがいいんだと思うんですけど、まあ2パンでもそこまで、苦じゃないかなと思ってやってます。まあ妖精年月輪がね若干モーションが長い感じがするんですけど、まあとりあえず、まあこの周回では2パンでやってみました。でまあこのパーティー構成で無理やりカルベロキルトを装備させて2パンでできるかなってやってみたんですけど、やっぱね全員がまあ入ることは入るんですけど、で2パンでいけるモンスターもいるんですけど、このアルミラージュね、これが意外に全員が全員2パンでいけなかった。多分ダイナドーシでカルベロ4凸のフルセットだったら結構いいダメージ、ワンパンでできるかわかんないですけど、そこまではやってないんですけど、ただまあいいダメージ出せるとは思います。まあ一回それもねやってみたいと思います。ただまあ自分ダイマ同士とかカンストしちゃってるんで、できればねそのキャラは使わずにレベリングしたいんで、なんでまあねまた上限解放されたりしたらまあ使ってみたいと思います。でまあ一応ここはね特級色推奨レベル56なんで、まあバギー武器とか豊富に持ってる方だったら、まああとはまあ職業によってはまあワンパンでできると思います。あとはまあ2パン
ただまあ破壊鉄球とか使う場合はまあ MP 管理とかね結構大変なんで、まあ必中の呪文とか、ね、そういう方がいいと思います。アルミラージはね全員まあ入ることは入るんだけど、まあ自分が使ってる守り人とかドラゴンで無理やり装備させて魔法で攻めるのはちょっとあんま良くないですね。それならギフミでカルベロで、守り人とかドラゴンに無理やり装備させて心も紫の心で電位が上がるような心を装備させて無理やりスーパーとかそういうのは全然、いけるんですけど、ただやっぱ全員じゃない地図でスーパンでしかもその魔法職じゃない職業に無理やりカルベロビュートを装備させて周回っていうのはやっぱり結構、ハードルが上がりますね。まあ映像スキルとかそういうのも揃ってる方だったらまあ、全然大丈夫だ、全然ではないですけど、結構いけるのかもしれませんけど、まあ、自分まだ上級職ねカンスト全員カンストはできてないんで、まあ、まだ一人もカンストはできてないんですけど、ただまあ一番主人公は確か上級職は5つかな、5つ、あもうちょいで怪物が90カンストになれば5つカンストって感じですね。なんで全員一応カンストして永続スキル全部取りたいですね。まあなんでまあ自分はメタルキャンペーンとかメタルの心、あとはまあ今来てるメタル鏡餅、あとはデカドラね、デカドラゴンメタルですね、あれも全部上級職に継ぎ込んでます。やっぱね、上級職に継ぎ込むことによって経験値がすごいんですよね。やっぱでやっぱり普通の周回で上級職の経験値を稼いだりしたくないんですよね。やっぱ周回はやっぱ時間かかるんで、それなら特級職に時間を費やしたいんで、なんで普通のレベリング周回は特級職にしてます。でここでまたメタルエンジェル出ます。まあ、自分がやった感じだとまあギフミほどメタルエンゼルは出ません。まあもちろんそのねまあやってるタイミングにももちろんよると思うんですけど、ただ全然出ないってわけでもないです。なんでまあここら辺のモンスターの心が欲しい方とか、S ランク欲しい方とかはまあここら辺この地図周回したりするのもいいと思います。まあ自分は魔法使いとか確か S 持ってないんですよね、多分前持ってたと思うんですよね、 ドラクエ1イベントの時に。ただまあどうせまあその時はまだ心堂っていうのがなかったんで、まあどうせ使わねえだろうと思ってまあ真珠ポイントに変えたりしちゃったと思うんですよね。ただ今はまあ心堂で使わなくてもまあスランク1個は、コレクションとして持っといてもいいのかなと思って、そういう意味でねまあこういう低コストの心も持っておくのもいいのかなって思います。でアルミラージュは確か S1 個持ってんのかな、バブルも1個持ってるかな、でまあ持っておいた方がいいっていう要素がもう一つあって、それは何かっていうと今回来た心配合です。これがまあもうなんていうの、例えば1回終わったとしても多分常設になると思う、配合システムっていうの。でまあ自分のショート動画で何回か上げたんですけど、やっぱ配合で、なんだっけ、
メタルブラザーズとかメタルスライムを作ることができるんですよね。何と何で組み合わせたかはちょっと忘れちゃったんですけど、まあショート、自分のショート動画を見てもらえればわかると思うんですけど、ほんとね、やっぱ配合システムはやっぱ、すごいですね。その例えば S ランクのメタルブラザーズやメタルスライムをわざわざ集めなくていいんですよね、結局。違う心を2つ、S ランク2つを組み合わせることによって誕生させることができるんで、一番効率いいですね。まあもちろん限定な S ランクのその配合させる時の心を2つを持ってないとダメですけど、ただわざわざその心持ってれば、わざわざねメタルエンゼルとメタルスライムを買って、まあ特定スポットとかそういうのを買ったりして S ランクを出るまで周回しなくてもいいんで、それが一番、楽で効率がいいとこなんですよね。なんでまあ、配合システムはいいと思います。なんでまあめったに枠のね心とかもねかなり集めやすくなりましたね。もちろん宝の地図で狙っていくっていうのもいい手だとは思います。それでここで、あ、これじゃないな、まあ、ヌスッとウサギとかも出るからね。で、魔法使いも結構出るんですよね。まあ、妖精の炎月輪、回復のボレロがミスったりしても、次のね、この、破壊鉄球の攻撃が、まあ、必中なんで、まあ、ここで倒せますね。で、しかも破壊鉄球の、破壊の、なんだっけ、消防じゃなくて、もう一つの、そっちを打ってもらえれば、あのメタルエンゼルもワンパンなんで、強いね、破壊鉄球、やっぱり、強い。で、ベンガル君の心が落ちました。で、今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、YouTube チャンネル登録のもお願いします。